1987年に廃止された士幌線。帯広から十勝平野を北上し、大雪山系にぶつかる十勝三俣までを結んでいた路線です。末端の十勝三俣とぬかびら間は利用客が少なく、先に休線となり、バス代行となっていたことで知られていました。1953年、この区間の一部がダムに沈み、線路が付け替えられました。湖の底には、遺構であるタウシュベツ川橋梁があり、水位が下がると姿を現し、水位が上がると水没していました。この区間のバス代行開始が1978年。付け替えられた新線区間はわずか25年しか、列車が走らなかったことになります。今回は、この士幌線に1986年に乗車した記録を中心に、2023年に訪問したタウシュベツ川橋梁についてもご紹介いたします。1986年8月13日帯広駅1番ホーム。17時に奮発十勝三俣行きの2両編成のディーゼルカーが待機していました。私は先頭の古いキハ22に乗り込みました。駅もにぎわっていましたし、列車も乗車率が高く、ローカル線の雰囲気ではありませんでした。帯広駅周辺は住宅地が多く、郊外列車の雰囲気だと思っていましたが、それもすぐに終わりました。音更駅で列車交換。この駅である程度の下車客がありましたが、まだボックス席に空きはありません。17時38分、中士幌を出発します。立派な駅舎がありましたが、現在は無人駅です。十勝平野のど真ん中、車窓は畑と牧場しかないような景色になってきました。駅間距離は 4km、6km と長いですが、列車は速度を出しません。すぐにアイドリングに入ってダラダラ進みます。列車が走っているというよりか、景色が動いているような錯覚を覚えます。平坦な平野、線路は直線、進んでも変化がなく退屈してきます。鉄道防風林が一定の間隔で、線路の両側に生えています。畑も防風林で囲われています。防風林は、隙間なく埋めなくても、一定の間隔があれば効果があるとのことです。列車は時々、思い出したかのように駅に停車します。1両分あるかないか、木製のホームだけのものもあります。周りに家があるわけでもなく、道路が交差するから駅を作ったように感じます。この付近では大きな町である士幌に到着。意外と下車客は少ないです。ここで禁煙区間は終了しました。上士幌到着、士幌線最大の駅で、1日の乗降客数は600人ほどいます。ここでどさっと乗客が降りて列車はガラガラになりました。18時5分発。日没が近づいてきました。すっかり寂しくなった車内。地平線まで畑か牧草地というような変化のない車窓。列車はひたすらまっすぐ走ります。清水谷、18時21分発。この辺りから景色に変化が現れました。山に入って行きます。ついに大雪山系にぶつかったのでしょう。列車の速度はもう停車寸前という状態になりました。集落がなくなり、利用客が皆無と言われている黒石平を18時29分に出ます。この駅は下り列車のみ停車します。黒石平を出ると、電力所前を通過します。通過といっても、上り勾配をあえぐようにゆっくり走るので、まるで停車したかのような錯覚があります。この電力所前は仮乗降場で、勾配の関係で、下り列車は通過します。下り列車のみ停車の黒石平とセットになっています。時刻表上は両方とも黒石平です。すっかり日が暮れてきて、人気が全くない山の中の、しかも谷底にある乗降場、駅名表だけが光っていて、駅舎も見えず、本当に不気味でした。プワーンと警笛を鳴らして、暗い山の中で口を開けているトンネルに入ります。速度が遅すぎて、風圧も感じません。壁の隙間から染み出した水滴が腕に当たります。トンネルの中はひんやりとしていて、霧が出ているようでした。前照灯に照らされて、前方がぼんやり光っていました。列車は崖の上を走っていました。
下に真新しい国道が建設されているのが見えました。この道路整備によって士幌線が廃線に追い込まれたのでしょうか。長いトンネルを抜けるとぬかびら湖が見えました。日が暮れたので湖面は真っ黒に見えます。18時43分ぬかびらに到着します。ここから先はバス代行なので正式には終点ではありませんが、事実上の終点です。思ったよりも下車客はいました。みんな新しい2両目のキハ40に乗っていたのでしょうか。ほとんどが旅行者でした。駅前にはバスが止まっていました。これが代行バスです。中型車両ですが、中央の座席が撤去されていて荷物置き場になっていました。登山客やスキー客に対応しているのでしょうか。寝袋とかテントとか持ってきてる？と運転士さんが乗客に確認した後出発しました。乗客はわずかに5名です。士幌線の末端区間の 18.6km がバスに変わる直前、1日の利用客は6名だったとのこと。そのまま廃止してもおかしくなかったと思うのですが、一応休線扱いです。人家もないくらい道をバスは行きます。バスの室内灯も消されて、なんとも不気味な感じです。まもなく右側の視界が開けました。巨大なアーチ橋が闇の中にシルエットとなって浮かび上がりました。怖いです。途中の幌加温泉で1名下車しました。幌加温泉ユースホステルの宿泊客でしょう。ライトバンが迎えに来ていました。バスの運転士さんが新聞を手渡していました。闇の中を走ること30分、終点の十勝三俣に到着しました。ここは草原の中のようです。小さな待合室には自転車で来た先客がいました。バスの運転士さんはガレージにバスを格納してシャッターを下ろすと、どこかに消えて行きました。この集落には6名が住んでいるとのことです。待合室の中はいろいろな虫が飛び回っていて、そこで過ごしたくはないと思いました。壁には士幌線にまつわる新聞の切り抜きが貼ってあります。バス代行以前のものからありました。それらを読み終えてしまうとすることがありません。私は懐中電灯を取り出して闇の中で廃線跡を探しに出かけました。何やら建物が見つかりました。廃墟なのかと思って近づくと何かにつまずきました。線路でした。ホーム、そして駅名表を発見すると再びバス停に戻りました。士幌線に乗りに来た同業者の2名、高校生と社会人に改めて探索に行こうと声をかけると、社会人は行かないといい、高校生は行くということでもう一度訪れました。まだ20時頃でしたが、することがなくなったので寝ることにしました。テントも持ってきていないので、雨が降らないことを祈るだけでした。朝ですよ。と高校生に起こされて目が覚めました。寝袋は朝露で湿っていました。今度は社会人も一緒に3人で駅を探索しました。駅舎、ホーム、線路は残っていますが、荒れ果て、どう見ても廃墟でした。5時27分、バスはぬかびらに向かいました。幌加温泉で、昨日下車した1名を拾い、山道を下っていきます。昨夜、不気味に感じた山道も、晴れているとすがすがしいです。途中、幌加で停車します。駅舎が残っています。ここから先、休止線跡が見えてきます。昨日、不気味に感じたアーチ橋も見えました。一応、休線ですが、列車が走ることはもうないでしょう。ぬかびらの腕木信号も、十勝三俣方面には×印の板が打ち付けられていました。現在、士幌線の遺構は大切に扱われており、裁縫しても暗い雰囲気はありませんでした。しかし、ほとんどの区間では畑か牧草地に変わってしまい、線路跡は影も形もなくなっていました。廃線後、36年という年月を感じます。これで士幌線の旅は終わりですが、最後にタウシュベツ橋梁にも触れます。ぬかびらダム建設によって水没した区間の遺構として、ダム湖の中にそのまま取り残されたアーチ橋です。ダムの水位が上がる6月頃から湖に沈み始め、10月頃には水没。結氷後、12から1月頃に再び姿を見せ始めるため、幻の橋とも呼ばれているようです。
2023年11月12日、ヌカビラを訪れ、展望台からタウシュベツ川橋梁を観察しました。少し遠いですが、個人旅行ではこれが限界です。納得して、レンタカーで次の訪問地である根室本線の東鹿越へを訪れました。そこで、コミュニティバスを駆使して、一人旅をしていた若い女性と立ち話をしました。鉄道の話をいろいろしました。そして、タウシュベツ川橋梁も話題になりました。写真を見たいというので、私は自慢げに一眼レフのディスプレイを見せました。しかし次の言葉でもっと別の訪問方法があったことを知りました。クロスカントリースキーで近くまで行ったことありますよ。彼女が言うには、東大雪ぬかびらユースホステルのツアーに参加したようでした。ユースホステルでは、夏もまた面白いツアーがあったことを楽しそうに話していました。若いということは羨ましい。私はユースという年齢ではありません。そのような旅はもうできませんが、展望台から見れただけでも良かったと思うようにします。これで士幌線とタウシュベツ川橋梁の話は終わります。ご視聴ありがとうございました。